こんにちは、ルリです。今日はですね、たくさんの方々が気になる私の日本語の勉強の体験談について話していきたいと思います。気がつくと、自分で日本語を勉強し始めてからちょうど2年半が経ちました。ここ2年半では、日本語の勉強についていろいろな質問を聞かれていましたよね。今日はそれらを一つ一つに答えていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、まず最初にあの日本語を勉強したいと思ったきっかけは何でしょうどのぐらい日本語を勉強してるの っていうののが決まりの質問ですね。これは実際にメッセンでもよく出てくる質問ですけれども、まあ、普段これ聞かれると、まあ、まとまった答えなかなか出せませんよねなぜかというと私の場合はある日いきなり日本語を勉強したいっていう決心がついたわけじゃなくてむしろ勉強すればそれほど、まあ、いろんな素晴らしい日本人の方と触れ合い日本語を勉強したいモチベーションが強くなったわけです初めて日本に行ったのはそれは2年半前で 2012年の夏でした、まあ、父の出張でついでに日本に連れて行かされましたその時の日本語のレベルはゼロ中国出身の私からしてみれば日本は一応漢字が通用する国だから日本語を勉強しなくて済むだろうっていう甘い考えを持って日本にいてしまったんですよ結局何も分からなくて、まあ、道で迷ったり英語しゃべってみても相手に分かってもらえずということでお店で注文することすらできなかったわけですね 想像以上に大変でしたよそれでも日本人は、まあ、とても優しくしてくれたのにきちんとした俺すら返せない私はとても恥ずかしかったんですよ。ですから今度は日本に聞く機会があればもう二度とこのようなことが起こらないようにこちらも頑張って簡単な日本語くらい勉強しときましょうって思っていました。まあ、結局いろんなことがあったり まあ、いろんな人たちとかわ関わってきたり、まあ、日本に対する興味も深まってきたり去年日,日本語検定日給まで合格したりして日本での就職まで考えてるっていう規制のことになっていますよね。それこそ人生というもんですよねいつかが何かが起こるか誰にもわからないはずですからでは2番目の質問に入りますこれもものすごい頻度で聞かれる質問ですがこれは何かというとどうやって日本語を勉強してるの 何か秘訣というものあるんじゃないかなじゃあずっ張り答えますね言語を習得するには秘訣というものなんか一切ありませんあるわけないです別に私が何らかの天才とか優れた頭脳を持てるとかそんな話に全く関係ないんですよね私は毎日ちゃんと時間をかけて自分のための投資意識をしっかり持っていて日本語を勉強するようにしています 何かやり遂げたいことがあると思えば行動することが一番大切なんですね。とはいえここで、ま、注意していただきたい感じのポイントは2つがあります。1つ目は耳です。私は日本語を勉強してるきに一番活性化しているのは耳です。つまりま文法中止とかよりも、ま、音声が一番言語学習に役に立つ情報だと思います。 ここに何かでは道で歩いてる時であったり台所で料理を作ってる時であったり iPhone に入れといた日本語の会話の音声を繰り返して流して聞くようにしていますそしてその発音をますることですじゃあ日本語がなるべく早く上達するには2、まあ、つ目のポイントは何かというと、まあ、勇気が必要なんですこれもとっても重要な ポイントですね。これが多分一番大切なポイントかもしれないんですけれども日本語を勉強したいと思ったところで実際に日本語を語を使ってみないと何も始まらないんですよね。私の日本語のレベルはずっとこんな感じだったわけじゃないんですよ。えっとここまで話せるようにまでかなり苦労していました。 最初はとっても苦手であの片言の日本語しかしゃべれないという状況だったにもかかわらず、まあ、勇気を出して日本人に声をかけたんですよねそしてしゃべればしゃべるほど、まあ、自然と会話ができるようになりましたこの勇気の大切さを強調したいのでもう一つの例を挙げます一般的な日本語を勉強してる人じゃ、まあ、日本に住んでいる人でない限り ま、日本語っていう特技を就職に活かすという考えを持ってる人はそんなにいないはずですよね。まあ、私はどうやって自分のその趣味や特技を就職に活かせるのかについて考えたんですよ。だっで、今日ね。初めて日本語のあのそのリレクションまで作って、日本企業にも何社にも応募してみましたね。そして生まれて初めて。あのビジネス場面で使う日本語も使ってみました。日本語で面接を受けるのは？怖い。 と思ったのはもちろん。まあそういう難しいことに挑戦することによって、まあ、自分を進化させました。それから去年見習いとしてーストンクリアフォーラムにも行ってきました。幸いなことに Works Applications という日本企業のインターンシップに参加することができました。そのインターンシップこそ私の人生を一変させたって言えるくらい非常に良い経験でした。私はこうやって勇気を出して、まあ、自分の居心地悪いところに行ってみたからこそその あのとてもいい結果が生まれたんですよね。まあ、自分の勇気の陰で、まあ、他の日本語の勉強している方と差がついてくると、まああえて言わせていただきます。じゃあ次の質問、えっと日本語の勉強を進めるやる気を与えてくれるのは何？まあもちろん周りに支えてくれる人たちもたくさんいますけれども、まあ一番勉強のやる気をくれるのは皆さんに期待されてることです。 まあ自分の言うのはなんですけど日本語を勉強する面でよく尊敬されます日本語すごいね頭いいねと褒めてくれたらやっぱり嬉しいもんですからまあその褒めてくれる人の期待を裏切っちゃダメよっていうふうに思っていますまあ一人でも多くの人に一、まあ、人でも多くの方に褒められたいという気持ちで精一杯日本語を勉強し続けています最低でしょはい認めます でもやっぱり自分の実力が認められると自信が高まりますよね。そして自信持てるともっとできないんじゃないかと思うようになるわけです。では最後に一言言わせていただければ日本,語弁日本語の勉強は決して楽な道ではないです。日本語にものみならず何事でも成功したいと思えば勇気の継続性が必要なんです。そして人を憧れるよりも人に憧れるような 人にに憧れるような存在になってみませんかきっとそれの方が充実した自分でも満足できるような人生になるんではないかというふうに思っていますでは最後まで聞いてくださりありがとうございましたではまた今度